デイビッド・ラムゼイは、アメリカ合衆国サウスカロライナ州チャールストン出身、の医師、歴史家、政治家である。1782年から1783年、及び1785年から1786年に、サウスカロライナ州代表として、連合会議に出席した。アメリカ独立戦争に関する初期の主要な歴史家の一人であった。 アイルランドからの移民の息子として、ペンシルベニアのランカスター軍で生まれた。1765年に、プリンストン大学を卒業し、1773年には、ペンシルベニア大学で医学の学位を受けた。その後チャールストンで委員を開業し大きな成功を得た。アメリカ独立戦争の間、1776年から1783年まで、 サウスカロライナ国議会議員を務めた。1780年にチャールストンがイギリス軍によって脅かされた時、野戦軍医としてサウスカロライナ民兵隊に従軍した。チャールストン氏が陥落した後、1年間近くフロリダの戦闘ガスティンで捕虜生活を送り、その後捕虜交換で釈放された。 1782年から1786年まで連合会議大議員を務め、この間、1785年11月23日から1786年5月2日まで、ジョン・ハンコック議長に代わって議長代理を務めた。1801年から1815年までサウスカロライナ州上院議員となり、長い間議長を務めた。当時ラム税は、 政治家としてよりも歴史家及び著作家としてよく知られた。1785年の3巻からなるサウスカロライナの革命の歴史、1789年の2巻からなるアメリカ独立戦争の歴史、1807年のワシントンの生涯及び1809年の2巻からなるサウスカロライナの歴史を表した。 ラムゼイはいくつかの商品の著作家でもあり、その中にはラムゼイの3番目の妻マーサ・ローレンス・ラムゼイの元気がある。マーサは教養のある女性であり、1780年代に父のヘンリー・ローレンスのために政治的な女主人役を務めた。歴史家ピーター・メッサーはラムゼイのアメリカ独立戦争の歴史からより保守的な アメリカ合衆国の歴史までの著作で考え方の変遷を調べた。ラムゼの作品は行動的な市民に社会制度の改革や改善を訴えるところから始まり、熱心に過ぎる人々に関する危険性の警告や現存する制度の保存の必要性に至っている。インディアンやアフリカ系アメリカ人奴隷の待遇に関する議論の中で白人に対する批判の調子が弱まり、 社会を全体で捉える見方への反映のさせ方が変わった。ラムゼーがサウスカロライナ経済と政治制度に関わりが増え19世紀初期の民族主義を規定する安定の必要性がその変化に影響した。やはり歴史家のカレン・オブライエンはラムゼーのアメリカ独立戦争の歴史が戦後に出た最初で最も完成した歴史書の一つだと言っている。オブライエンは ヨーロッパ啓蒙主義の歴史的伝統の中にこの著作を表し、アメリカ合衆国はヨーロッパの政治や文化の発展の典型的な様相を超えては歴史的な定めがないというラムゼーの信念を反映させることでアメリカ例外主義者の文字通り枠組みに挑戦した。19世紀アメリカの歴史を壮大に描くことはラムゼーが示唆しているように、 ニューイングランドの資料編纂の伝統にドイツの歴史思想を加え歴史の結果としてよりも歴史の中介者として国民の性格を扱うことである。ラムゼイの歴史は最初のアメリカの歴史女子史というよりもヨーロッパ、啓蒙思想の最後のものと考えた方が良い。ラムゼイは1815年5月8日に狂信者によって殺害された。その三巻よりなる著書 アメリカ合衆国の歴史は、死後の1816年から1817年に出版され、1819年に20巻で出版された、アメリカ化された普遍的歴史の初めの3巻になった。ラムゼイの兄は、大陸会議代表のナサニエル・ラムゼイであり、画家のチャールズ・ウィルソン・ピールの義兄弟だった。ラムゼイは3度結婚した。 ジョン・ウィザースプーン及びヘンリー・ローレンスの義理の息子であり、そのことでサウスカロライナ州知事チャールズ・ピンクニー、ラルフ・アイザード、ジョン・ラトリッチ、アーサー・ミドルトン、ダニエル・フーガー及びルイス・モリスとも親戚になった。ありがとうございます。